発煙筒です。目線は必ずずっと車を見てください、はい、実際車ないんですけど、高速道路上を設定してるので絶対目線は車から外さないといいですよ、はい、ある意味スパッと上げて、はいはい、肩先をどうしようもするのは持っちゃうんですよ。目線は車です。目線は車、はい、はい、そこで止まる。ここで止まらないと6回になっちゃう。二次災害防止のため私が設置しますので非常点滅をつけてください、はい、発煙筒を取ります、はい、これ文言です。停止表示板と発煙筒、表示板と発煙筒をお持ちですか。二次災害防止のため私が設置しますので非常点滅灯、この順番です。発煙筒です。これは巻きます。巻けないんですけど、巻くとこまで時間がない。終了しました。何がなんか停止表示板と非常点滅灯がぐっちゃぐちゃになるくらいですよ。非常停止板とか災害防止のため私が設置しますので非常点滅灯をつけてください。発煙筒を取ります。で着火して走って置いて、で車の後ろまで来て、で安全確認アウト、発煙筒です。車の安全確認して、よし。発煙筒です。